テーマはこちらです。利用されている方も多いと思います、はい、サブスクの使い方見直してみませんか。プライムビデオとかアベマとか3つ4つぐらいでその動画とか映画とか見るのになんかわざわざレンタルとかしなくていいから、うん、気軽に入会できるところ定期的に料金を支払いサービスを利用するサブスクリプション。動画や音楽の配信だけでなく様々な業態のサービスが誕生しています。しかし簡単に始められるからこその落とし穴も。初回1ヶ月無料で忘れちゃってたのが悪いですけどそのまま料金払ってたはありますね。それいつ気づいたんですか。 1,2 ヶ月後なんか携帯代高いなと思ってみたらそれだったので。まさに無駄な出費。こちらの女性は前アンドロイドだったので機種変をした時にそのアンドロイドのサブスクを解約し忘れてたりとか。なるほど。買い替えで起きた二重払い。もう使っていない古いスマートフォンからも料金が引き落とされ続けていました。この問題専門家は。そんなことってあるんですか。今サービスほとんどがiPhone から Android、 Android が iPhone もこう移行する内容ですね。そのままコピーできるような感じになってるんですけれども、ただサブスクに関してはそうやって契約が異なるものもあるしそのまま引き継げるものもあるんです。サブスクの悩みは他にも。徘徊っていうこの項目を探すの大変ですよね。なんか奥の奥まで入らないとなかなか徘徊できないとか。その後アンケートに答えてまだ退会しますかみたいなのが聞いてくるからでね。退会するのに直接連絡しないといけないみたいな、退会するだけじゃできないみたいなのがいかって、それで大変だったっていうのがありました。じゃあ簡単に退会できないようになってたっていうのがありました。いくらそういったのにいくらお金払ってるかって意識したことはありますか。あんまないですね。やはりご自身がどんなサブスクを契約しているのかっていうのは常に知っておく、その管理が不十分であるっていうのがちょっと最大の問題かなというふうには考えています。知らないところで意外な出費。損しないサブスクの使い方始めてみませんか。はい、でこの定期購入ですね定期購入なるほど、はい、いやー分かるわ。これはもう今の時代皆さんちょっと落とし穴に落ちがちな話題ですよね。大会のとこめちゃくちゃわかります。あと絶対気づいてない方もたくさんいらっしゃるから今チェックしてる。そうですね、ですね、いつの間にかっていう、はい、そんなサブスクなんですが国民生活センターに寄せられる全国の相談件数こちらになってるんですが、うん、年々増えていて、うん、去年はおよそ1万2000件となっています、うん、そして10代や20代からの相談も多くなっているということなんです、うんうん、とても便利なものではあるんですが、昨日の街頭インタビューでもこんな声がありました。お試し期間が過ぎているのに気がつかず料金が発生していた、そして契約していないのに請求が来た。これはネットショッピングをした際に、はい、このページのサブスク会員になるっていうチェックボックスにチェックが入っていて、それに気がつかずに注文確定ボタンを押してしまった。なるほど、最初からチェック入ってて取り忘れたってことですね。チェックを外し忘れていた、そのパターンもあるんですね。そうなんです。それから機種変更で二重請求されていた。また4年間契約していることを忘れて支払い続けていた。この方は2万円ほど多く支払ってしまった。そうなんですね、うん、あるあるですかね。いや、あるあるですよ、うん、でもやっぱり今自分も気づいてなくってもう10年ぐらい払ってるものとかありそうですよね。それも今すぐチェックしたいところですね。ね、そしてこちらの数字、サブスクにまつわる数字なんですが5735億円。中上さん、これ何の数字か分かりますか。すごい大きな市場ですよね、はい、これ私も入ってるあの音楽の配信サービスのその売上高わぽいと思いますけど、どうですか。どうやろうな。だから登録してるけど一、うん、回も開いてない無駄になったサブスク料金みたいな。無駄スクだ。正解ですよね。無駄スク正解。正解です。こちらでしょ。え、そんなの。ほとんど利用されている1年間の日本国民のサブスクの料金です。そう、されていないですね。すごい、ちょっと変なこと言おうと思っただけなのに。すごい、利用されていない。そうなんですね。恥ずかしいやつじゃん。サブスク埋蔵金というふうにも、あ、そういうことが言われているんですね。去年のサブスク市場が1兆円と言われているので半分使っていないということになるんです。
気づいてないんだ。で見直さないと、もういらないものは、ね、解約してるのね。そう、でも確かに毎月のお金が何百円だったり、すごくこう生活が困る金額なわけじゃないからこそ、後回しにしがちなんですよね。そうですよ、まだ使うかって思っちゃうんですね。塵も積もればと言いますからね、見直ししたいところです。さてここで自分がどんなサブスクに入っているのかチェックしていきましょう、はい、まずは iPhone の場合の説明からしていきますので、はい、iPhone ユーザーの方ぜひ一緒にチェックしていきましょう。一緒にやっていきます。まずはホーム画面の設定というところをタップしてください。設定、はい、はい。そうすると自分の名前が入っている一番上に Apple ID を出てきますね、はいはい、ここをタップしてみてください、はい、そうするとサブスクリプションという文字が出てきます、はいはい、ここサブスクリプションをタップすると契約中のサブスクが一覧になって表示されるんですが、はい、有効っていうので出てきますね。そうなんです、うんうん、あ出てきた。財津さんも出てきましたか。私1個でしたね。何に入ってるんですか。あの大好きな東京03さんのファンアプリのサブスク。ああ確かに東京03さんのタオルの枕で寝てたもんね。あそうですよ、大好きなんだね、はい、これ使ってますか。いや、まあ、正直頻繁には使えてなくって、あの年に1回ライブがあるときに、はい、あのファンアプリ先行で買えるので、ああそのために大事だっていう。じゃあもうファンクラブ会費みたいな感じですね。そう、そういうことですね。中上さんどうでしょうか。はい、私はこんな感じでした。ちょっと有効なのが上の方に出てきて、あの、はい、LINE スタンプのとか、あとクックパッドとか食べログ、料理系が、料理系が、そうなんですよ。これちょっと停止したのも出てきてお恥ずかしいんですけど、はい、こんな感じですグルメな人だっていうのが分かりますね、そこを見ると。確かにおしゃれ、やっぱ LINE スタンプもグルメのばっかり使ってますもんね、うん、そうなんですか。自分で確かにとか言わない方がいいって。カイラさんどうですか。僕はなんだなんだ、1個だけでしたけど、おでも僕これ以外も入ってるんですよ。アップルのアップルワンっていう、まあ、ストレージとかを、ああ、クラウドの容量増やす。でもこれ以外にも入ってるんですよ。そうなんです。アップルスターを経由したもののみここに表示されるようになるので。そういうことか。私も他にもいっぱい入ってる。その他の調べ方はまた後ほどご説明しますね、はい、そして、出てきたものをタップすると、請求額だったり支払い日っていうのも出てきます、うん、そしてキャンセルするっていうボタンがあるんですね、はい、ここをタップするとキャンセルすることもできるんです。契約を解除できます、で注意していただきたいのが、スマホのアイコンを消せば、うん、アンインストールすれば契約を解除できると思っている人が多いかもしれませんが、それだけだと退会できないので、契約を解除できないので そこは注意してください、うん、はい。続いて Android の、見方を説明していきます。 Android の方まず Google Play を起動させてください。そうすると右上の方に、アイコンのマークが出てくるので、うん、アカウントアイコンをタップしてください、うん、そしてお支払いと定期購入というボタンが出てきますので、そこをタップして定期購入をさらにタップすると、サブスクのものが出てくるんですね、うん、でここでもまた、契約解除というところがありますので、この画面から契約の解除もすることができます。で先ほどカイラさん、はい、あの他にも契約しているものがあると言っていましたが、はいはい、この方法で見られるのは Google Play や Apple Store から、契約したもののみなんですね、うんうん、その他インターネットを経由してクレジットカード支払いなどで契約したものは、はい、クレジットカードの明細を見るしかないんですね。なるほど、はい、ただクレジットカードの明細にも正式名称で出てこないということもあるんですね。そうですよね。もう明細を見てもどの支払いがサブスクなのかがもうわからないという方は、はい、そういった場合どうしたらいいんですか。そうなんです、こちらカスヤ中南部広報広域消費生活センターの相談員井上さんに伺いました。もうクレジットカード会社に問い合わせる、うん、直接という手になりますね。そうなんだ。ただまあ大前提としてサブスクに加入するときにパスワードや ID も合わせて記録しておくということがやっぱり最も大切なことになってきますね、うん、そうですね。自己管理ですよね、うん、一番難しいやつですね確かにそうですね。そして困ったときは最寄りの消費者センターへ相談をするようにしてくださいということでした、はい、で VTR の冒頭にも出ていきました、うん、スマホに詳しい沖合先生にも伺ったんですが、はい、どうしてもこう
安く入れる分気軽に入れるっていうところがいいところであるんですが、はい、お金の契約であるっていうことを忘れてしまう人が多い。なるほど。これは契約なんだっていうことをちゃんと頭に置いておく、そして定期的に見直しをするということが大切だと先生もおっしゃってました。はい、わかりました。皆さんも無駄な出費を減らすためにもぜひこれを機会にサブスクリプション見直してみてはいかがでしょうか。わかりました。